反社とか本当に痛くて、私がぶわーっと殴られた反社と暴力に対してどういう風に。こんにちは、精神科医沢です。私自身発達障害の娘を育てていて、娘がやっぱり小さい頃っていうのは癇癪が本当にひどくて、時には癇癪からすごくもう暴れて、私がぶわーっと殴られたりだとか、下の妹に対してもやっぱり手が出てしまうということがありました。患者さんの親御さんからもよく、兄弟だとかお父さんお母さんに対してすぐ手が出てしまって、暴力が出てしまってどうしましょうというご相談を受けることがよくあります。そもそも癇癪だとか暴力というのはですね、私の考えとしては、やはりその言葉でのコミュニケーションがうまくできなければできないほど、そういった感情の爆発というかですね、大人でもそうだと思うんですけど、自分の思いが相手に伝わるのと伝わらないのとではすごくストレスが違うのと同じように、子供も一緒なんですよね。自分の思いが相手に伝えたいんだけど伝わらない、それが癇癪だとか、時にひどいと暴力という形に現れるのかなというふうに私自身は考えています。2歳頃っていうのはイヤイヤ期って言ったりだとか、すごく感情がわーっと爆発しやすい時期、それは成長発達とともにいろんなことが理解できるようにはなってきてるんですけれども、なかなか言葉としてうまく考えていることを言語化できないっていうところが、イヤイヤ期と表現されるような特徴に現れると思っています。定型発達の子の場合は、2歳3歳4歳と言語発達が成長していくにつれて、徐々にそういったイヤイヤ期のような行動というのは落ち着いていくことが、まあ一般的かなと思うんですが、やっぱり発達の特性があってですね、こだわりが強かったりだとか、発達の特性があると予定通りに物事が進まない、パニックになりやすいんですよね。急な予定変更だったりだとか、晴れてると思ってたら雨が降ってたとか、臨機応変に対応するっていうことを求められるのがとても苦手な子が多いので、そういった時に感情が爆発してしまって、癇癪や暴力ということにつながる原因になっています。また発達の特性がある自閉スペクトラム症の子の中には、約半数ぐらいのお子さんに ADHD 注意欠如多動症の特性も合わせ持っているお子さんも多いですので、そもそもその衝動性が高い、わっと思ったことを口に出してしまったりだとか、わっと感情的になった時に手が出やすいっていう、暴力につながりやすいという特性もあります。じゃあそういった癇癪暴力に対してどういう風に対応するかっていうことなんですけれども、感情的になってわーっとパニックになっているような状態の時っていうのは、いくらね冷静に大人がやめなさい、暴力はいけませんと言ったところで、おそらくお子さんのもう耳にはあまり入っていないんですよね。なので、まあとにかく一旦その場は危険がないように、例えば他の兄弟の子が殴られてたりだとか、お父さんお母さんが殴られている状態であれば、ちょっとクッションを出して、そのクッションをとりあえず殴らせるとかですね、一人で暴れているというかですね、何かまあ物を投げたりしているかもしれないですけれども、特に安全だけは確保して、怪我がないような状況であれば、ちょっと違う部屋に行って、その離れられるのであれば離れて、ちょっとその子の感情が落ち着くのを待つというのも方法としてあります。長い子だと本当に1時間2時間もっと続く子もいるかもしれません。ただいつかは必ず終わるので、終わった時にしっかりとそれに対して振り返っていくっていうのがすごく大事だと私は考えています。冷静になった後に、あの時どういう感情だったのって、何が嫌だったのって、お母さんにどうして欲しかったっていうことを冷静に話し合っていく、それで次からそうならないように癇癪が起こらないような環境をできるだけ作っていく。癇癪や暴力っていうのはね、その子その子に合った対処法というのを見つけていくっていうことがとても大事だと思っています。お父さんお母さんが悩んでらっしゃる場合は、気軽にご相談に来てくださいね。癇癪や暴力への対処法など、あとはこんなこと困ってるよとかでもいいので、コメントいただけると嬉しいです。この動画を見たよというコメントも、すごく励みになりますので、よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、また次の動画で会いましょう。